すみません、続いて、はい、関西テレビ佐藤です。よろしくお願いします。はい、お願いします。都構想の、住民に対する、まあ、広報について伺いたいんですか。だから先ほども言いましたけど、重要な問題だって言うんだったら、それは賛成反対どっちでもいいんで、別に応援してくれる必要もないし反対でもいいけれども、やっぱりそれはしっかりと有権者に伝えてもらわないと。いつもね、僕本当に腹立たしいのは、世論調査のあれだけを数字を出してね、説明が不十分である8割とかいう数の数字を持って、これ読売がいつもやるんですけど、8割も市民が納得していない、説明不足だと言ってる。いや、それだったら市民に情報提供するのはあなたたちじゃないのと。別に賛成反対はどっちでもいいんで、賛成を増やしてくれっていうのは言いませんけど、市民が説明が不十分だと感じてるっていうんだったら、とんでもないですよ。どこまで僕これ都構想について説明してるんですか。だから本当に毎日新聞の講演用紙ぐらい、あれぐらい出してくれてもいいんじゃないですか。僕は説明で十分だと思いますよ。多くの住民の皆さんはあれでね、まあそういうことなのかと。で、この間読売テレビの天に出た春川さんとか山川さんとか、ああいう解説委員がね、説明足りない足りないっていろんなこと聞いてくるから、ほんでどん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 説明していったら、今度は難しすぎてわからない、何なんですかそれはと。都構想なんて本気で説明したら、それは1年間2年間の大学の講義でもね、学生がついてこれないぐらい本当に難しいですよ。だって今やってる法廷協議会の資料、あれ一から説明したってどんだけの時間かかるのか。でそれで説明をしたら難しいって言われるし、でそれを今度ちゃんと言わなかったら説明が足りないっていうし、これは説明が足りないっていうのは、これは僕はメディアのやっぱり責任だと思いますけどもね。住民の皆さんが関心を持ってそういうふうに言ってるんだったら、僕が全部こう説明できないから報道機関というものがあるわけなんでね、賛成してくれる必要はないけれども、住民の皆さんが説明が足りないということを言わせないぐらいな役割は果たしてもらいたいと思いますよ。僕はメディアの皆さんに時間も制限で、これ個別の取材とかで雑誌社から説明してくれって言われたって、時間ないから無理ですって言ってますけど、皆さんが有権者の方に情報提供してくれるもんだというふうに、まあ、そういう認識のもとで時間も制限で僕は答えてるわけですから。だから説明が不十分だって言うんだったら、足りない部分を指摘してもらったら、僕は延々に喋りますよそれ。だから説明が不十分だっていう記事の書き方は、僕は卑怯だと思いますよ、メディアが。だって不十分だって、もう時間無制限で答えるんですから、質問があれば。だから質問ができないんだったら記者の勉強不足だしね、有権者に成り代わって、市民に成り代わって、質問していくのが記者の役割なんですから、僕はもう記者の皆さんには時間無制限に答えますから、その説明が不十分だっていう書きぶりは、これやっぱりメディアとして僕は本当に卑怯で、それこそメディアの役割を果たしてないと思いますけどね。まあ、実際取材不足なのかもしれませんけれども、あまりその訴えが市民に届いているようにちょっと思えないんですけれども、でもこれ繰り返し言いますけどね、まあ、有権者百何十万人相手に20人30人で、この考え方を浸透させるなんていうのは、もうそんなの不可能な話なんですよ。だって2時間3時間かかってやっとちょっと分かってもらうような話をね、20人30人で百何十万人の有権者に理解してもらうなんて、こんなのは不可能な話で、これはメディアだってね、不可能なことを僕に言ってるようなもんですよ。その説明が足りないとか、説明をしっかりしろ。だから繰り返し僕言ってる通りね、説明足りないって言うんだったらインタビュー受けますよ、それ。どこが足りないのか質問してくださいよ。だから記者が、まさになぜ、なぜ記者が報道の自由の名のもとにね、ある意味特権的なその立場に立てるのかといったら、有権者に代わって、その権力側の方に質問を飛ばしてですね、有権者の抱いてるその疑問とかそういうものをですね、有権者の代表としてこう僕にぶつけてくるっていうところがあるから、僕も有権者の代表として皆さんに対して対応するわけですよ。これは読売新聞だという説明が足りないっていうんだったら、24時間無制限で質問を受けてもいいですよ。だからそれ一度も言う、これず論理的にもおかしいのはね、僕は機会は皆さんに与えてるんだよね。だからいつでも質問してもらって、聞かせてくれと。その代わり聞くだけで、報じないっていうことが多いから、僕はそれ嫌になってしまうんで、報じてくれるっていうんだったら、これ無制限にそれは応じますから。それは記者に有権者に成り代わって説明どこが足りないのか言ってくれれば、永遠に僕は答えるつもりですけどもね。だからそういう機会を皆さんに与えてるのにね、その機会を行使せずに
説明が足りない説明が足りないっていうのはもう なんかちょっと議論噛み合ってないような気がするんですけどね。メディアとしてはそれはまあ受け止めさせていただきますけれども、代表として最大限できることとしては議員を使ったりして広めていくことかと思うんですけど、でもそれは現代の民主主義の下ではさ不可能な話ですよ。そんなのはそのためにメディアがあるんじゃないですか。ちょっとあまり議員をなんか軽視しているようにもそう聞こえちゃいますけど、そうしたらいやだから今日年頭の挨拶で言いましたけど、民主主義はだからフィクションですよ。それはいやそうですよ。だって全員が議員がね、全有権者のその気持ちを全部汲み取って正確にね有権者の声を反映させるなんてさ無理な話でね。でもそうしないと決めれないわけじゃないですか。朝日新聞のその調査とかそういうところはやっぱりすごい突っ込んでね、みんな各記者の人も勉強してる人も多いし、調査報道とかやっぱりすごいものを感じるけども、なんで感覚的にどうしてもこう合わない部分があるのかなと思ったら、年頭の社説で、あ、なるほど、まあなるほどというかこれ昔から僕が言ってたことだけど、朝日っていうのはその民主主義のその根本として選挙ということよりも選挙以外のところをね重視するっていうか、だから選挙以外のところをもっと重視しろ、だからデモとかいろんなああいうところを重視して、選挙というものは有権者の声をきちんと反映しないから、だからここを補っていくのが選挙以外のこの活動なんだ、そっちをもっとなんだっけあれ、なんとか厚くしよう、騒ごうみたいな感じのね、民主主義をもっと騒ごうみたいなね、とんでもないですよ。そんなの民主主義なんてフィクションなんだから、デモだってなんだってそれは認めますけどもね。じゃあそのデモがみんな1億2000万人の声かって言ったら分かんない。首相官邸前の1万人のデモとか2万人のデモだって言ったら有権者6000万人のうちの1万人か2万人ですよ。だからしょうがないからこれ選挙でやらざるを得ないんですよ。チャーチルの言葉じゃないですけど、でそれ選挙でやってそれ以外にしか決めようがない。だからフィクションですよこれ。本当に有権者の声を正確に反映してるかどうかなんてもう全く分かんない。これはメディアの報道だって、俺有権者を俺は代弁してるんだって言うからそれも分からない。みんな分からない中でね、これ選挙しかないと。だから朝日新聞とかが言うのは自分たちの考え方は正しいと、でだから選挙でやってることは間違ってるとか、政治家が言ってることは間違ってるっていうことなんですけど、そこが僕との決定的な違いで、僕は分かんないから、だから最後選挙で選ばざるを得ないと。だから何が言いたいかったのかな、もう長くなるとよく分かんないけど、何でしたっけのこの話。いや議員、そうそう、だからフィクションですかと。だからそれやらず、それはもうある意味その議員が決めたことで従わざるを得ないっていう部分で、議会制度がある中でね、有権者に伝えていくのがそれは議員が全部できるかって無理ですよ。それは日本のこの政治の仕組みの中で1億何千万人の統治をやっていこうと思ったら、代表者が最後決めるっていうところでね、みんなが従うっていうところで、いわゆるフィクションとしての民主主義がこれは実践されてるわけ。これが成り立ってるから、僕は北朝鮮とかね、他の民主主義の後進国のような何かを自分の意見を通すために銃弾ぶっ放して殺し合いになるようなことがないのがね、この民主主義のフィクションが成り立ってるからだと思いますよ。でもだからといってそういう政治とかそういうところに過度にね、有権者に伝えるのは議員の役割だ、政治家の役割だとかいうことをね、過度に期待するっていうのもやっぱりおかしいと思う。僕はやっぱりこの民主主義ってある種のフィクションだっていうことで、そういう前提でいけばね、やっぱりじゃあ有権者に伝えるのは誰なのかって言ったら、選挙で選ばれた僕とか議員じゃなくて、やっぱりそれはもうメディアしかないですよ。情報提供できるのはこれもう力が全然違うんですもん。それ有権者に訴えかける力がね。だから賛成してほしいとか何も言わないけれども、情報だけはそれ説明不足だとかなんとかっていう前にね、住民投票の時にじゃあ選択肢を示さなきゃいけないとか、みんないろいろ質問する、有権者にとってそれ必要じゃないですかって皆さん有権者の代表として言ってくれるんだったら、ほら皆さんが有権者に対して情報提供できる一番のポジションにいるわけですから、それはやっぱりやってもらいたいですけどね。議員さんを軽視するのかなんとかって言いますけど、30人のそんな議員で百何十万人相手にそれは説明なんかできませんと。だから民主主義をどう捉えるかなんですけどね。まあ、メディアの評価していただいてると思ってありがたい。いやだからそれで民主主義が成り立ってるんですから。実際ね、北朝鮮なんかあんなのメディアがないからあんな状態になるわけでね。じゃあ維新の会の市議団というのは、これはやはり議会の調整のためにどちらかというと必要なんであって、区民に対して市民に対してとの接点という方向よりは、そちらの数の論理という方をやっぱり、いやそれはそうですよ。だって
住民の皆さんの声はできる限り救って、接点を持ってコミュニケーションを取りますけども、一人の議員がコミュニケーションを広げられる範囲なんていうのはやっぱ限界ありますもん。僕だってあれ3年前の統一地方選挙の時に24区タウンミーティング全部回りましたけども、あれだけのことをやっても多分1万人2万人3万人の人と直接話ができたかどうかぐらいじゃないですか。大阪今回はじゃあそういうタイムミーティングはやる予定は特にない。やりますよ。あ、やります、ね、それはやりますよ。だからやるから、それはなぜやるかって言ったら、目の前の住民の皆さんに向けてやってるんじゃなくて、メディアの皆さんに取材オープンにしてもらってね、その時の状況だから、メディアの皆さんが来てもらったら、そこは背後に何万人何十万人の住民がいるっていう存在をいるっていうことを僕は認識しながら話をしてるわけでね、その目の前の100人200人の人に対しても訴えかけますけども、それは記者の背後にいる何万人の人に訴えかけてる、そういう意味であれタウンミーティングやってるんですから、だからそこはきちんとメディアの役割っていうものは果たしてもらいたいと思いますよ。わかりました、ありがとうございます。他に質問ある人はお願いします。だから説明不足で住民投票っていうのは最悪な、説明不足というか住民の皆さんが情報が足りなくて、情報が足りないままに住民投票やりましたっていうのは、これは最悪だと思いますけどもね。だから候補、市の候補としては、税金使える市の候補としてはやっぱり限界がある。さっき指摘があったように、それはやっぱり中立っていうところで客観的に決まった事実だけを伝えな、候補しなきゃいけない。そうなってきた時に賛成論反対論のその言い分というものをダイレクトにこう候補するわけにはなかなかいきませんからね。だからそういうのは維新の会側の主張と反対側の主張というものをしっかりとこう伝えていくというのは、やっぱりメディアしか僕はないと思ってますけどもね。住民投票が実質的に実のあるものになるかどうかというのは、いかにメディアが有権者に情報提供するかにかかっていると思いますよ。そういう意味では本当に毎日の年頭の特集というものはありがたかったですけどもね。じゃあ以上で、2分も終わります。だからね、そのどうなんですかね、その説明が足りないってどうなんですかね。あれは僕アンフェアだと思うけど、足りないって、だってそれ記者が言うのはダメでしょ、報道機関。だから僕が記者会見でね、質問に答えないとか、時間制限して応じないって言うんだったら足りないでいいですけども、応じますよ、足りないって言うんだったら。 なんで足りないって言うんですか。我々が足りないと言ってるのではなくて、有権者の人がそう感じるっていうのは、その紙面作りの中で有権者の方が情報が足りないって感じてる部分もあれば、こちらの説明不足もありますし、別に市長の説明が足りないというだけではなくて、いやいや、だって委員とか論説委員とかも言ってる人多いですよ、記事の中で。だから有権者が足りないと感じてるっていう報道だけじゃなくて、説明がまだ不十分とか足りないとか、いう論説委員の人、青山さんもそれ言ってたんじゃなかったかな。いや、だから足りないっていうのは、こう来てくれたらもう延々に、だから納得するまで喋りますけどもね、質問には全部応じますけどもね。だからやっぱりそれ、多分その住民投票、本当に仮にこれ住民投票が成立すればですよ、地方自治行政の中でこんな住民投票は初めてのことでね。でやっぱりそれは最後住民の皆さんにしっかりと単なる賛成か反対が丸かペキかってことじゃなくて、しっかり考えてもらって住民投票してもらわなきゃいけないって言うんだったら、まあ東京の政治部は日々政治ネタ追っかけて、国会の政治ネタ追っかけてこうやってるところもあるんで、大阪ってそんなそうそう政治ネタなんかないわけですから、まあ、これぐらいはちゃんと報じてもらって、その住民の皆さんのね、説明が足りないと感じてるっていう数字は、僕はメディアの皆さん の努力不足の数字だというのは僕は思ってるんですけどね。僕に対する努力不足じゃなくて、まあ僕に対する努力不足だっていう評価にもなるんでしょうけども、でも僕と同時にメディア の機能不足というか、機能が発揮してないっていう、そういう意味での数字だっていうふうに、あれ捉えてないのかなと思ってね。だから有権者が説明が足りないと感じてる8割とか言って載すのは、非常にあれはメディアとして恥ずかしいことだというふうに僕は思うんですけどね。ということを言わさせてもらって、まあ、そうは言いつつも選別するのは報道機関の方ですから、まあ、いずれにせよ説明が足りないというんだったらとことん説明しますし、時間無制限でやっていきたいと思いますので、必要があれば、まあ、言ってください。